はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。めったです。はい、今日はですね、2024年明けてもう2月です。はい、2月入ってます。昨年ね、正月もうすぐにね、2023年の目標的なね、あの動画をね出したと思うんですけども、遅くだったんですけどもね、その計画報告と今年のね2024年のまあ目標をねまたちょっと、考えましたのでね、なんで1ヶ月経ってるかっていうと、仕事とかいろいろあってそれどころじゃなかったので、まあこの2月から、本格的にスタート、しようかなという、まあそんな気持ちでございます。でですね、2023年に立てた目標の、達成度についてね、まとめたいと思いますが、はい、こちらに、ね、3つ挙げておりますけども、順番にちょっと答え合わせしていきましょう。まず1番、バスケをもっと知る、まあ、これはですね、はい、三角です。まあなんでかって言いますと、まあ思ったよりちょっと上達とまではいかなかったかなって、結果的に、ね、そのいっぱい試合とかプレーを見て自分に落とし込むっていうところがね、そこまで言ってたと思うんですけども、まあ今言ってる草バスケの、まあ、連携とか、自分はねもっとこういうところで貢献できるとか、そういうね、ところはまあ考えれるようにはなってき、たかなっていうのと、あるんですけども、だからね、ちょっと肝心のね、そのシュートが今スランプでして、とあるねその友人の方に自分のねそのシュート動画とかね、見てもらったら、まあ、もうちょっとね改善できそうなところがちょっと結構ありそうだったので、ね、ちょっと矯正を、ね、行っているところです。何が一番ちょっと課題かっていうと、飛距離がねちょっとなかなか安定しない、力む、まあ、自分一応センターですけど、まあ、身長も低いので、ね、まあ、スリーポイントもまあ普通に、まあ、打てるようになったら、ね、いいんじゃないっていうふうに、まあ、そんな感じでちょっと助言をねいただきましたので。まあそのうちね、その矯正してる様子もなんかちょっと今後のバスケ動画ねアップできた時になんかちょっと紹介できればなというふうにはちょっと思っております。まあこれは引き続き、まあよりね、バスケをね楽しく続けていくためにも、まあ、継続していきたいと思います。はい、次、超節約とほざいておりましたが、これはもう2023年去年の動画をねもう見た方ならもう分かると思います。バツ、これはもうバツでしかない。誰がどう見てもバツです、ね、節約とは。ワールドカップでね、その、まあ、沖縄行くのはねもう決まってたので、そこ以外の部分を節約しようっていうね話だったんですけども、新車買ってしまいました。もう完全アウトです。ただ、まあ、まあ勢いだけじゃなくて、やっぱいろんなタイミングで今必要かなっていう思いになってしまったので、まあ一応ねちゃんとまあドライブ動画とかね、まあ以前あげましたけどもね、有効活用はねさせていただいております。今後ね5年以上はね活用できるように、ね、まあ、乗り回していきたいと思います。はい、バスケ日本代表ね、パリオリンピック出場をね決めましたけども、パリには行きませんというか行けません。この物価高で、うん、まあ無理です。それをもう分かってたので、もう沖縄に全てをね費やすという考えだったんですよね。これいろいろね、いろんな人から、ね、聞かれるんですけど、二言はありません。他にも遠征ね結構、まあ現地取材とかね、まあ動画用のネタとかね、それ用で撮影しちゃったこともね結構あったので、ね動画にして解放しつつ、まあその間はまあ遠征は控える。ほぼ遠くから出ることはしばらくはないかなというふうには、思います。はい、で最後、痩せる、これ見て痩せだと思いますか？答えは、毎月体重測りましたので、まずそちらをご覧ください。はい、今日はね、2023年の1月29日、ね、これからね、まあ、毎月月末か月始めあたりにね、体重、測っていきたいと思います。ね、前回、
ね、正月太りした頃の体重は、およそ101でした。さあ今回どうでしょうか。さあ行きましょう。あんまり変わらない気が。あ、わかった、あのカメラ持ってっからよ。はい、ってことで、まあ、約90キロから、ね、カメラの、ね、重さを引いた、あれにしましょう。まあ少しね、まあ、成果は出てるかなということで、はい、はい、2月27日の、夜10時回ったところです。ね、今日バスケやってきたので、ね、まあね、汗かいた状態で、ね、ちょっと測っています、ね、飯はまだです。やっぱ冬だからあんまり汗かけないんだよなっていう、まあ、言い訳はしておきますけど、ね、カメラの、まあ、重さ除いたら、ね、まあ、一応98くらいか。あんまり変わってないですね。はい、はい、3月29日水曜日、14時を回っているところですけど、ね、今日はちょっとテレワークなんで、ちょっと昼走ってきまして、遅刻しながら飯を食うんですが、その前に、ね、体重を、ね、測りたいと思います。さあ今日も頼みますよ、オムロン君。ただね、ここ最近ちょっと98.1、 ちょっと、はい、加工しましたね。まあ言い訳ですけど、ね、ちょっと最近飲み会やら、ね、いろいろ、ね、重なって、はい、4月27日木曜日です。さあ果たして、おかしいですね。やっぱ4月ちょっと忙しかったからかな。いや、やばいねこれ。はい、5月30日の、夜7時を回ったところです。明日からね、ちょっと富山出張なので、ちょっと美味しいものいっぱい食べるよってなんで、ね、今日のうちに測っておきます。はい、レッツゴー。ちなみに今月あんまりちゃんとした運動できなかった気がするので、バスケ以外、まあとりあえず現状維持ってところですね。はい、さあ来月行きたいです。はい、今日は8月1日、なんですけども、はい、毎年ね、職場で健康診断がね、まあ6月末くらいにありますのでね、まあ、それをね、6月分の、まあ、体重に、まあ、置き換えて、これはね、去年との比較もね、載ってはいるんですけども、まあはい、去年はひどすぎですね。まああと健康診断あるあるですけどね、身長が伸びたり縮んだりしがち。大人なのにね。まあともかくね、体重は、ね、まあこれ去年と比較だとね、まあ、結構落ちてるように感じますけどね、ちょっとね、まあ本当はもうちょっとね、95キロ台くらいでね、望みたかったんですけど、ちょっと直前にね、付き合いとかがあって、まあ 96.2 で収まりました。つうか白く落ちてるのはちょっと心配やな。標準70.7って結構きついぞこれ。ムキムキの85くらいでいいんじゃないかなと思うんですけどね。それではね、まあ、今回の体重をね、ちゃんとこれで測っていきます。まあカメラ持ってるから、まあ、一応95キロ台ギリギリかな。はい、ジュライの、更衣室に体重計を置いております。あれ、まあ飯たらっと食った後だから、まあいいや。はい、9月27日、夜6時くらいです。おー
カメラ引いて大体96か。あんま変わってね、下旬のね、盛岡シティマラソンに合わせてね、ここから追い込んでいくので、ね、来月はもう少しいい結果になるといいですね。はい、ちょっとね月をまたいでしまいましたけど、11月1日、朝7時です。ほぼ97やん。あ、ご飯炊けた。昨日飲み会だったのを差し置いてもちょっとやばいっすね。また来週末マラソンなのに、全然トレーニングできてないですからね、バスケ以外。ちょっと頑張らないと残り2ヶ月。はい、12月になりましたね。あと1ヶ月ですが、今日も測っていきます。ちなみにめっちゃ遅く起きたんでまだ朝飯食ってないです。腹ペコです。そうですか。デジカメの重さ除いたらだいたい98。やばいな。はい、さあいよいよ、12月末、ね、最後の体重測定の日がやってまいりました。ドン。結果、まあこっからまあ何百グラムか引けば97キロ台後半。そうですか、わかりました。まあ結局、まあ、マラソン前のね走り込みもできず、本当になんか運動面ではね理想とは程遠い、まあ1年になってしまいましたね。はい、ってことでもう痩せるもバツです。痩せかけてたんですけど見事にリバウンドしてしまいました。リバウンドが多くなるのはバスケだけで結構です。まあいろんなね、まあ言い訳的な、まあ、要素も、まあ、間に挟んでたと思いますけども、まあ、正直まあ運動量が足りないかなっていうふうには最終的にはね結論に落ち着きましたし、まあ、食事量に関しても、3食がっつりっていうのはもう普通にやめた方がいいかなというふうに思いますので、とりあえず今は、よほどそのまあ宴会とか、ね、そういうまあお出かけとかね、そういう機会がない限りは、原則オートファジー生活、朝を抜いて、昼夜だけにして夜食べてからまあ16時間、空けて昼というふうにね、例えば夜8時に、食べたら次16時間後だと、ちょうど12時なのでね、まあちょうどいいかなと。まあでもそのね、その2食もね、もう食べ過ぎてもね意味がないと思いますので、トレーニングプラス必要な栄養素をまあ補充する、まあ満腹感もねもちろんちゃんと満たしながら、ね、許容量を超えないようにね、しっかりとそういうリズムを、ね、しっかりと、整えたいというふうに思います。まあ去年の正月もね、ちょっとこんなに太ってるんですみたいなアピールをしましたけど、もうちょっと分かりやすくねするために体のラインが分かるようなちょっとウェアを着て、まあ、本当に今どんな状況なのかをねしっかりとここで示しておきたいと思います。待ってまた1年後にね答え合わせを、ね、ちょっとしたいなというふうに思います。
若干コンプレックスではあるんですけど、太ももね、はい、あのこんな感じです。めっちゃ太いでしょこれもちょっと体重が多い、ね、原因の一つではあるのかなとはちょっと、まあ、思いますけど、まあでもまあこれはもう遺伝もあると思うので、無理ね、これはまあ手をつけずに、こうやって横から見ても多分相当太いと思うんですけど、なんかだんだんヌードっぽくなってきたらこの辺でやめときますか。ちょっと現在の体重測ってみましょう。ああそうですか、完全にリバウンドしてんな。まあこれをね、なんとかまあ約11ヶ月で、なんとかしたいなというふうに思って、今回ね、あの秘密兵器を、まあ、さっきちょっと言ってた話ですけども導入しましたので、そちらを、紹介したいと思います。お前、はい、ってことで、この3つをアマゾンで、買いました。はい、こちら何か分かりますか？マルチトレーニングダンベル、20キロ分です。これはね、あの腕立てする時のプッシュアップバー、こうやって握っておいて、こう握ってグッて力入れるやつですね。ああでも十分なんか効きそうですね、これ繰り返してると。おお、なるほど。スクワット時はマックス20キロでいいな。はいはい、次はこちら。取り出したら意外と小さい、なんか形がスライムっぽいしました。ああ、俗に言うエアロバイクですね。まあちょっとだけ乗ってみましょう。はい、今回ね、あの室内トレーニング用にこのニューバランスのね、フレッシュホーム10、860V13 だったかな。はい、よし、いい感じですね。ではまだね、高さ調節してないので、よいしょ、まずは乗って壊れないことを祈る。ギシギシいってるが、耐荷重100キロってあったけどギリギリなんですよね。だからおおおいいっすねちょっとこいて重かったなと思ったらもう最初から8でしたね。ただそこまでまあアスリート向けのまあ器具じゃないので、本当に長時間ね、軽めの負荷で、ね、まあ1時間くらい漕ぐとかそういう使い方ですね。ダイエッター向きですね。あとキャスターもついているので、こうやって運ぶこともできます。さあこれラスボスいきます。はい、オープン。トレーニンググローブですってちょっとありがたい心遣い。うわぁ、まためんどくさそうできました。疲れた。はい、今回買ったこのバーベル、エアロバイク、そして
ぶら下がり健康器、ようやく、組み立て終わりました。周りにね気を使いながら一人でね組み立てるのはなかなか難儀でしたが、まあとりあえずこっからがスタートですね。疲れた。さあ、じゃあ最後にこれぶら下がって見ましょう。いずれトレーニングネタ動画見たらもういずれ上げれたらいいですね。はい、頑丈だな、頑丈。行くぞ。うん、大丈夫。今懸垂やろうとしたんですが一回もできませんでした。これはまずいです。勢いつければ多分ね、うん、多分これなら、うん、やばっ。1年後どうなっていくか楽しみですね。はい、ってことでね、まあいろいろ語ったりね、いろいろ準備ねしたりしましたけど、とりあえずね、まあ今年の2024年の目標をね、まあ一言で、まあ二つまとめることにしました。はい、まず一つは、2023年のリベンジ。去年ねちょっとできなかったところを、まあ去年よりもまあ向上ね改善できるように、まず努力します。そして2つ目はい押さない、やめない、諦めない、まあ、避難訓練のあれですね、押さない、かけない、喋らないそれをちょっともじりました。まあ、もうちょっと具体的に書くとですね、まず押さないっていうのはプッシュじゃなくてまあ、いわゆる押しですね、いわゆるまあ、アイドルとか、ね、まあ、好きな選手とか、まあ、各、ね、界隈に、ね、推しが、ね、いるかと思うんですけども、私もね、まあ、いますよ、そりゃ芸能界、スポーツ界、ね、まあ、その他もろもろですけど、その推しを追っかけてばっかりいると、ね、お金とか、ね、時間とかすぐ、ね、なくなっちゃうと思うので、ね、最低限ね抑えて、もう陰から応援する、うまく時とタイミングとお金があったら、まあまあまあその時はその時みたいな感じですね、はい、まあ要はこれは節約のためのまあ自分へのねまあちょっと、まあ、けじめみたいなところもあります。で、やめないっていうのは、まあ主にダイエット方面の、ことでもありますし、あとはね、まあ、シュートの改善だったり、ね、そういったところの、まあ、まあ途中に投げ出されっていうね、そういう意味合いが、強く込められています。最後の諦めないっていうのは某安西先生のね、名言をね、もう一度ちょっとここで再確認みたいなところで、まあやめないにもまあちょっと引っかかるところあるんですけども、まあ、とにかくもうここでやめていいのかってね、もしなんかそういう苦しい状況にね、体力面精神面でね、そう追い詰められそうな時ね、いろんな方法でね、そこをまあなんとか改善したりね、乗り越えたり、まあ、できるようにね、諦めないっていうねところを強調したいなというふうに思いました。シンプルだけどいろいろな意味が込められているこの2つのね、前言葉を、まあ、忘れずに2024年も頑張っていきたいと思いますので、まあ、もう1ヶ月経っちゃいましたけど改めてよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。